い、皆さんこんにちは。希望の党代表の松澤茂文です。お元気ですか？また希望の即答の時間がやってまいりました。今日はですね、ちょっと国会と選挙で忙しくて、ここに並んでるマスクマンが減ってますけれども、まあ今日は2人で元気にやっていきますので、また皆さんどんどんネットを通じてご意見質問をぶつけていただきたいと思います。明日からね、また統一地方選挙の、県議選が、あるいは政令市の市議選が始まるんで、大変忙しい。昨日予算が通ったばっかりでですね、まあしっかりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ行きましょうか。はい、お願いします。どうぞ。はい、視聴者の皆様を代表して私、はい、マスクマンが質問させていただきます。 OK。 はい、最初なんですけれども、うん、統一地方選が始まりましたね。はい、街頭演説していて聴衆のどのような声が多いと感じますか、はい、という質問です。ああ、まずはアベノミクスで景気が良くなってるっていうけど、そんな実感がないと、本当なのっていう、そういう疑問が多いですよね。ああ、それからですね、まあお年寄りからはやっぱり年金やね、医療介護どうなるの、ね、心配だっていう声も多い。それから3つ目に子育て世代ですね。最近児童虐待とかいじめとかこういうニュースが多いでしょ、はい、だから相当そのお母さんたちね、やっぱり心配してますね。で、児童虐待は国会もこれから法律を作ります。児童虐待防止法の改正案で、はい、もう体罰は罰則があるんだというふうにしていきますけれども、うん、まあでもそれだけじゃ解決しないですよね、うんうん、ですから虐待をいかに事前に防ぐか、あるいは虐待を受けた子たちをいかに守るか、はい、ね、そういう具体的な施策を作っていかなきゃいけない。このあたりも有権者の皆さんは関心のあるところ。あ、結構身近な方が、ね、そうで、やっぱり地方選挙っていうとそうなるよね。そうなりますよね。なんか政治のなんか消費税が増税とか、そういったのは、あ、そうそう、それはもうみんなつながるんですよ、やっぱり経済だから。はい、うん、で、やっぱ消費税の問題は地域経済、うん、ね、本当に大丈夫なのかっていう問題につながる、うん、特にあのこのまま税収が上がると軽減税率っていうのが出てくるのと、はい、じゃあ 10% のとね、 8% のもの、じゃあ食品はみんな 8% になるかって言ったら、なんかマックでイートインだと、うん、10%、うん、そうですね、イートアウトだと 8% とかね、あるいは消費税でぐんと景気が悪くなっちゃうのを防ぐために半導対策っていう予算を組んだんですね、はい、でそうするとキャッシュレスで物を買うと 2% か 5% のポイント還元が還元されるっていう、還元される、ね、でもそれはどのお店がその対象なのか、どの品物が対象なのか、もう それとあと軽減税率が混ぜ合わせると、うん、税率がいろいろ複数いくつもなっちゃうんですね、はい、こんな複雑なのもうみんな消費者だって困るし、お店が一番困るんじゃないか、実際困るっていう、困るんです、多く、そうです。もう中小のお店なんかはじゃあレジを回収しなきゃいけないとか、うん、あとうちはキャッシュレスやってなかったんだけどキャッシュレス対応しなきゃまずいかなとか、はい、ね、でも準備したけど安倍さん最後にまた消費税やめますって言って、やめますって逃げちゃったらどうなるのか、いきなり言う可能性もゼロじゃないですか、国民の皆さん不安ですよね、はい、そういうお話は、まあ、商店街なんかもあるとよく聞きますね。なるほど、聞きますね。分かりました、はい、身近な話ですね。じゃあ次の質問いきましょう、はい、新社会人に一言お願いします。はい、そして松澤代表の新社会人時代はどうでしたかという、そういう質問です。なるほど、まあ入社式がね4月ですからね、迫ってますね。まず新入社員の皆さんには、まあせっかく就職するんですから、で単に与えられた仕事をするんじゃなくて、自分がこの会社の中でね、どういうことをやっていきたいのか、何か何でもいいから目標を置いて、ね、それで頑張ってほしいなというふうに思っています。で、私の新入社員っていうかですね、私あの企業就職活動したんですよ。就職活動したんですか？したんだけども、松下政経塾に入っちゃったんで、あ、それで政経塾に行ったんで大企業には、企業には就職していないんです、ね、大学卒業してすぐだった政経塾。そうです、だから、ね、あの社会人経験せずに政経塾行っちゃった。で、大学の頃はですね、実はいろいろバイトはしてまして、私は講談社っていうところでね、はい、編集のバイト、取材のバイトしてたんです。
当時ホットドッグプレスっていうね雑誌が、はい、そこら辺すごいそこら辺雑誌あのそうなんですそこら辺でバイトしてたんで、上のように感じるのが雑誌の方、だから僕はそこのまま行くと講談社に就職できるかななんて思ってはいましたが、そうはならずに松下政経塾に行ってその後政治家になった、こういうことなんですね、はい、あ、まあ、だから我々の就職って言っちゃいけないんですけども、政経塾出たら県議選に出ました、はい、ね、それから県議を2期やってから衆議院選挙に出ました。政経塾入って何年後に県議選出られたんですか？私はすぐだった。すぐなんですか？ええ、あの3月に卒業して4月に選挙に出ました、ええ、浪人はなかったんです浪人はなかったんで、ね、ええ、で、まあ、そういう意味では大変、まあ、厳しい就職試験という選挙というね、はい、まあ、就職試験って言っちゃいけないんだけども、やっぱりあの有権者の代表になって、ね、政治の仕事をするという、資格を得るわけですからね、はい、まあ、それは選挙のたびに苦労しました。厳しかったですからね、選挙はね、はい、ありました。新社会人に一言ちょっとなんかアドバイスを、ええ、まあ、先ほど言ったようにやっぱり自分が会社の中でどういうねことをしたいかという目標を持つことですね、うん、目標を持つこと、それからまあまあ、上司や周りの同僚とのコミュニケーション、これ重要です。一人じゃ仕事できませんからね。で、おそらく会社の中は嫌な上司も嫌な同僚もいる絶対いますね、そう言いますね。それでだんだん年次が膨らむ、あの上に行くと下に部下も持つわけですね、はい、で人間関係難しいから悩みますけども、でもやっぱりいいチームワークを作って、ね、その中でまた自分が得意な分野でリーダーシップを取る、これが最も重要だと思います、うんうんうん、あの私昔から言ってるんですけど、組織を動かすにはリーダーシップとチームワーク、はいはい、これ両方必要なんだと。 でもリーダーシップが強いとチームワークがなくなって、ね、チームワークばかり考えるとリーダーシップがなくなるというね、二律背反してると思う人多いんですよ、うん、でもそうじゃなくて、やっぱり本当に強い組織を作るにはリーダーシップとチームワークがやっぱり、ね、両立するようなね組織作んなきゃいけないんで、まあ、そういうことを考えながら仕事に臨んでほしいなと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、続いて質問いきましょう、はい、イチローの記者会見、今引退の記者会見なんですけども、ご覧になりましたか、またどのようなご感想を持ちましたか、はい、という質問です。まあ、あそこまでビッグなことをやってきた人間ですから、やっぱり記者会見もね、注目されますよね。で、私はまあ一郎さんいろんなことを言ってきたけど、あの昔からね言ってるのは、やっぱ日々の小さな努力を絶対怠らないっていうことを言ってるんですね。まあ、毎日の積み重ねっていうイメージありますね。大きな目標をね抱いても、毎日の努力してなければそれには絶対到達しないんだと、はい、ね、大きな目標を持つことは大事だけども、それを成功させるには毎日の小さな努力を積み重ねることだと、うん、ね、だからこれを一郎さんは実践してね、それが叶うということを証明したわけですよね、はい、その功績は大きいと思いますよ。そうですね、これね、あの私がずっと研究している二宮尊徳さんがね、はい、本を出します。そう、石章偉大って言ったやつ、小さなことを積み重ねる石章ですね。石石え、小さな小さな積む積む積む、ね、小さなこと、積む、そうで、偉大なす大きなこと、大きい、あ、うん、だから小さなことを努力を毎日毎日積み重ねて、それを頑張った人には大きな目標が達成できると、まさしく一郎さんはそのことを言ってるんです、うんうん、ね、でね、これちょっとくどくなりますが、このじゃあそれはね、塵も積もれば山となるということと同じですねっていう方がいるんですが、これ違うんです、うん、この塵も積もれば山となるっていうのはネガティブな意味で使う例えだろう仏教用なんですね、塵積もですよね、そう、だから塵とか ね、はい、ね、山ですよ、うん、ゴミ山ってこと、まあ、ゴミがいっぱい集まったら、そうだから要するに人間っていうのは煩悩があって、はい、その煩悩のままに生きるとね自滅していきますよという例えなんです、うん、でも石章偉大とか一郎さんの努力っていうのは、で小さな前向きな努力をすることで大きなことを、うん、に成功するんだっていうんで、うんうん、違う例えなんですね、うん、だむしろ言うのであれば千里の道も一歩からとか、はい、これは近いですね、あ、いろんな格言ありますね、そう、格言があるんですけども、まあ、でも一郎さんのこの功績っていうのは私はそう簡単には破られないと思います、うん、でも一郎はね、記録っていうのは破られるためにあると、いつかは破られると言ってますけども、まあすごいですよ、小さな巨人ですよね。ちなみに、うん、あの松田代表の大きな目標みたいな、はい、何ですか？大きな目標ですか、
私はいつか政党を作りたいと思ってたけど、こんな小さな政党を作ってしまいましたまあでもね、これねマイクロソフトだってビル・ゲイツが作った時はガレージからスタートガレージですよね、もう一人、ね、そうです、そうです。ですからそういう意味ではベンチャー政党ですからね、小さな政党のスタートですが、これからね、選挙を経るに従って少しでも大きくなれるように、うん、地方選挙頑張りますからね、皆さん希望の党、なかなか候補者が少ないんですが、神奈川は結構いますけどね、ぜひとも応援していただきたい。日本維新の会とこの連携して、はい、ね、日本の政治に第三極を作っていくという小さな努力を積み重ねていきたいと思います。はい、はい、続いていきましょう。はい、どうぞ。神奈川県知事選では候補者の支持もしくは推薦はなさいますか。うん、今回検討したんですが、はい、私たちはあの現職の黒岩さんも、あと挑戦者の方、ちょっとお名前忘れちゃったんですが、はい、出てるんですね、はい、あの推薦をしていません、はい、なぜかというと今回希望の党と日本維新の会は、ね、一つの大きな共通目標を掲げたんです。はい、それは何かというと、横浜、神奈川県広いですけど、横浜、川崎、相模原と政令指定都市があるんですね、はい、でここには県の権限はほとんどないんです、うん、ね、でも権限がないのに人口は都会は政令市ですから増えてますから、県議会議員がどんどん増えちゃうんですよ。わかります。だから権限がない県会議員が政令市でどんどん増えて本当に権限が必要で、ね、必要な県会議員が政令市以外の地域でどんどん減っちゃう。減っちゃう。大きな矛盾でしょ。ですから、ですよね、これを解決するために政令市から選出されている県議会議員は半分にしようという身を切る改革を主張してるんですね。うん、でそれを理解してくれる、そのこの改革を一緒にやってくれる知事候補は推薦しようと思ったんですが、あの、まあ、両方の候補者こういう改革には興味がないみたいで、はい、いい返事じゃなかったんですね。あ、そうなんですね。じゃあこれはもう推薦してもしょうがないと、うん、我々小さな党だけども、あの希望の党と日本維新の会でこの身を切る改革をやっていこうと、うん、だって仕事がない県会議員にたくさん報酬を上げてね、それがどんどん増えてるっていうのはおかしいですよね。もったいない話ですね。その分の給料何億ってなりますからね。あ、何億になる。それを例えば福祉や教育に回すとか、あるいは財政の再建に使うとなれば、はい、よっぽど地域のためになるわけですね、うん、で私たちはもう本当になんか議員の職というのが既得権化しちゃってね、はい、いいところに就職できた、嬉しいなっていう感じになっちゃダメだと、うん、やっぱり身を切る改革をやってね、きちっと議会改革を進めようというのが私たちの立場なんですね。うん、はい、なるほど。まあ、議員改革とかやっぱり本当になかなか、ね、はい、支持されないねとか、大阪府議の 20% を削減した大阪維新とか。そうです。実は私たち希望の党の国会議員も報酬2割削減して、はい、それを福祉団体に寄付をしているんです、はい、今報酬を削減してその福祉団体とかね、あるいは震災のあったところに寄付をしているのは日本維新の会と希望の党だけです、うん、我々はもう身を切る改革を実践している国会議員なんです、はい、で日本維新の会は地方議員もそれをやってるんで、はい、私たち希望の党で当選できる地方、うん、もし地方議員がいるとしたら、うん、あのその給料削減と、うん、社会への寄付ですね、うん、これをやってきますので、うん、もう実践してますから。議員の方の中はちょっと辛くなってしないんですかそういう反対する人とかは出ない。でもその覚悟を示さないと、はい、もう自分たち党のポリシーだから、はい、それがだったらうちで出るなって話ですよ。そうね、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、続いてなんですけれども、大宮駅で演説の予定はありますかまあこの方は多分大宮付近で。そうですね、実はね、うちの希望の党の幹事長、高田幹事長が埼玉県選出なんで、まあ埼玉のことは高田幹事長に任せないと、はい、私は神奈川と東京をカバーしなきゃいけないんでね、ですからちょっと役割分担をすると、はい、大宮に行くのはちょっと厳しいかもしれません。どちらかというと南寄りを、松田代表は、そうですね、横浜とか川崎はいろんな駅で街頭演説に立つと思いますけども、はい、すいません、わかりました、はい、では、まあ、でも参議院の選挙になればね、あ、大きな駅に行きますけど、ね、そうですね、はい、では続いていきましょう、はい、いよいよプロ野球が開幕します、うん、期待するチームと選手は誰ですか。なるほど、私は神奈川県の知事もやってました、ね、私の選挙区神奈川ですし、まあ、やっぱり横浜ベイスターズ、まあ、ね、そうなりますか。そうですね、だって知事の頃はよく始球式やったんですよ、ベイスターズの。あ、
結構されたんですか、ね、あったんですね。これ本まで届きました？ちゃんと届いた。それでね、グローブをその時プレゼントしてくれるんですね。はい、僕私サウスポーなんですよ。あ、そうだから。でもね、ビデオのグローブ用意しちゃってね。そうだ、初めて知りました。そう、それで、あの、始球式やって、え、ごめんなさい、知事さん、左利きでしたかと。あの、右利きだと思って、それ用のグローブ用意しちゃったんですけど、はい、いまだにうちにあの右利き用の人のグローブが溜まってますよ。その時はどうしたんですか？あの、右利き用のを。もう左にはめちゃって。あ、だから左、そうそう、右にはめちゃって。右にはめて、無理やりはめて、投げない。ね、そうですね、はい、ちゃんと届きましたよ。ストライク、まあ、ストライクは入ってないと思いますけどね。あ、僕のね、知事の時一番の思い出は、はい、ね、あの、私が大好きだった女優、今でも好きですよ、はい、神奈川県の横浜出身の、横浜出身、ね、誰ですかね、アラフォー、今アラフィフになってるかな、アラフィフ、うん、高島玲子さん、あ、で高島玲子さんを観光親善大使にしたんです、神奈川県の、はい、姉ですね、はい、それで高島さんと一緒にベイスターズの始球式に出たのが僕は最高の思い出で、はい、あの時確か私がキャッチャーやって高島さんがバッターやったのかな、バッターバッター、それで空振りしたのかなだと思いますけども、はい、始球式やったんですね、はい、まあそんな思い出もありますよね。あ、はい、うん、コメントに近藤、元近藤監督が他界しましたっていう、うん、ああそうですか、まあ、ベスターズの昔の、それでベスターズなんですけども、なんかいろいろスポーツニュースでね、あのほら今年の解説者が今年の優勝のポートが順位つけるじゃないですか、大体 ね、4位か5位になってるんですよ。あ、でも6じゃないんですね。そう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 、6は6チームらしい、6位らしいチームがいるのかな、これね、B クラスですけれども、そうなんです。でもね、ベイスターズね、一昨年はクライマックスシリーズ行ったしね、はい、去年ももうちょっとで行くとこだったんですよ。だから確実に力つけてますんで、はい、私はね、ベイスターズ、まあ優勝は無理としても、2位か3位に入ればね、はい、クライマックスシリーズで日本シリーズってもあるからね。まあ、3位に入れば ね、可能性がありますからね。まあバッターは筒香でしょう。ホームランを1回取ってほしいな。ああ、まだ取ってないんですかね。取ってないと思う。取ってなさそうですね。それからピッチャーは山崎。ああ、リリーフエース。そう、リリーフエース。この2人が頑張ってくれると、ね、上位に必ず入りますよ。入りますか、ね、それで横浜球場はね、実はオリンピックでも使うんで、はい、スタジアムを今増設してるんです。あ、これ野球で使うんですか。野球とソフトボールで使います。はい、ですから外野のところをこう二重スタンドにして、はい、まあ、何千人かたくさん入るようになったので、はい、まあ、皆さんぜひとも横浜スタジアムにベイスターズ応援に行ってください。あ、そうです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ次の質問いきましょう、はい、予算が成立しましたけれども、はい、一般会計総額が過去最大の101兆円、うん、ちょっと多すぎじゃないでしょうか、うん、です。正確に101兆4571億円っていう、そうですね、なぜそうなったかと言いますと、まあ、実はね、その101兆の内訳でね、税収が62兆ぐらいなんですよ。はい。ね、で、あと40兆ぐらい足りない中の32兆円を国債発行してるんです。はい、ああ。借金で賄ってるんです、ね。借金ですよね。で、私は税収が増えたんだからね、その分国債発行を減らして、財政再建のやっぱり少し道筋をね、まず開くべきだと思うんですが、それができなかった。また101兆円って大きくなっちゃったんです、はい、その最大の理由は消費税増税の反動対策予算を作ったからです。あ、消費税来年の10月から導入されて、あ、今年ですか。あ、今年だ。で、来週、来年の半年分の税収はですね、はい、これを還元2兆円弱なんですよ、はい、それなのに2兆3000億、はい、消費税を導入することによって不況になっちゃ困るからって言ってばらまきの予算を作ってるんです。あ、じゃあこれは何のために増税するのって話でね、何のためなの、増税するので、ね、増税で不況になっちゃ困るんでばらまきの予算を追加してるんですよ。で、それ何かというと、例えばプレミアム商品券とかね、はい、それからさっきも話してたんですが、あのキャッシュレスでお買い物をするとポイント還元、はい、そのポイント還元分は政府が補助金出すわけですからね、はい、あるいは自動車関連、自動車税関係の税と住宅ローンの減税をしようと、はい、こういうところになってくるわけですね、うん、だからまあ簡単に言えば消費税を今ね無理して上げなければこういうことにもならないわけですよ、はい、で私は、まあ、皆さんいろいろこれ考えあると思うんですけどね、
財政再建が必要だから消費税を上げなきゃいけない、これ間違いです、うん、はい、社会保障の財源が必要だから消費税を上げなきゃいけない、これも間違いです、うん、消費税を上げなくても税制の構造改革をすれば、徹底した行政改革をすれば消費税増税分の5兆円なんかすぐ出てくるんです、はい、ね、例えば企業の特別減税を整理するとかね、はい、あるいは金融所得、株や債券で、ね、儲けた人の所得は今分離課税されてて税収も低いんですね、 20%、うん、それを 30% にするだけで、ね、何千億という税収出てくる、うん、あるいは消費税の中でもインボイス制度というね、きちっと帳簿をつける制度にすれば、はい、今簡易課税とか免税店といって、うん、消費税の例外措置をなくしていけば、うん、でそれで5、6千億入るわけですね、はい、だこういう改革をしないでなんでいきなり消費税の増税してくるんだと、うん、まあ、ちょっということなんです。少しずつやっていけばいろんなとこから金は集まってくるっていう考え方をせずに、そうです、今ね、政府が抱えている外郭団体とか政府が株を持っている国策会社、うん、JT とかそうですよね、はい、これ全部で23兆円なんですよ、はい、これを半分にするだけで11兆円出てくるじゃないですか、うん、消費税2年分出てくるわけです、はい、そういう改革は、ね、官僚の天下り先守らなきゃいけない、何にもやらないわけ、それ既得権益の既得権益ってことですよ ね、それで言ってじゃあ庶民の消費税を増税するのはおかしいじゃないかと、うん、でそれをやると消費を必ず減らしてデフレに逆戻りしたら、うん、ますます所得税や法人税が減っちゃうわけです、はい、デフレはだから消費税の税率を上げてるのに、はい、トータルの税収が減るという最悪の結果をもたらす可能性があるんですね、はい、だから我々はそれ反対してるんです。今回の予算案にはそういうものも入っちゃってるから100兆円超えちゃってるんですね。はい、わかりました。ちょっと、はい、問題多いんですよ、問題多い、だから希望の党も反対しました、はいはい、で次の質問です。どうぞ。新元号が4月1日に発表されるそうですが、うん、はい、もう知ってたりします4月1日の12時でした、ね、いや、これ時間もまだ決まってない。あ、決まってないんですか。だから4月1日の午前中に、はい、その専門の委員さんたち5人ぐらいで最後の話し合いをするんだって。あ、1日に話し合い、そう、午前中にするんです。じゃないと漏れちゃうんですよ。あ、その前の日は、前の日は前の前の日やってたらもうマスコミは抜こうと思ってね、そうですね、徹底取材かけますから、はい、で漏れちゃうんで最後5案ぐらいまでには絞り込むのはやるけれども、前の日に最後どれにするかは当日の午前中なんです。だからお昼になるか3時になるか分かんない。あ、決まんない可能性もありますからね。ですから今はまだ決まってないと思いますよ。なるほど、まあ、もちろん官房長官はね、まあ、こんなのがいいなと思ってるかもしれませんが、イメージはありますよね。最終的な結論は午前中の会議なんです、ね、ですから今分かりません。それを知ってる国会議員もいません。で、俺は知ってるという人は嘘つきです、ええ、大変です、そんなこと言ったら。そうですよね、なんかある方、はい、ある有名な方がブログで何々になるらしいって言って炎上したりとかしてた、うん、そう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 、ありえない、ね、ありえない、ね、まあでもどんな名前になるか楽しみですよね。そうですよね、僕前にね、書きましたけど、はい、私、重文って言うの、はい、成田さんの何に文学の文って書くんですが、はい、昔平成を議論したときに実は最後学者が挙げてきた中で成分というのがあったんです。成分、成分ね、これね、こういうのがあったんです。まあ最初の方で落とされたみたいですけど、学者さんが挙げた中で成分があったんです。なんかだからもし成分が生き残って ねこの平成に変わって成分だったら私の人気は上がったでしょうね。これ成分って読ませるんですね。でしょうね、成分でしょうね。重文とはちょっと言語の場合読まないですけどね。ああ、確かに、だからいろんなのがありますよ。うん、でも今回面白いのは中国の古典だけじゃなくて、うん、漢文とかね、日本のこの由来のものも検討にしていこうと、はい、いうことで国文学者って言ってた、はい、そういう人も検討の中に入ってるんですね、はい、ですからちょっと新しい発想で選ばれると いうことですね。でも渋谷の女子高生に聞いたら、はいはい、最近流行るタピオカとかいう名前とかを言語にしようとか、あまあ多分漢字に持ちでしょうね。あのアイドルグループの嵐っていうのを言語にしようとか、そういう意見が出たりとかして、なるほど、結構盛り上がってたりするんですけど。ああ、そうかそうか。まあでもね、いろんなことを予想してみるのも面白いですよね。これあれ、何かやってないの、この予想当てクイズみたいな。いやネットでやってないのかな。ネットとか、まあ、クイズ大々的に誰かが管理してクイズとかはやってないですけど。ああ、そうですか、そうですか、はい、まあでもあと2日3日で
決まるというところで、ね、1日か、そうですね、はい、来週の火曜日、はい、ですよね。あと、まあ、エイプリルフールだから嘘報道もありなんちゃ困るよね。可能性は朝一番でどっかがドーンって出して、いや、はい、エイプリルフールでしたなんて言っちゃさ、ちょっと混乱するよ。はい、あ、言語が希望だったらどうするっていう。いや、希望しますね。いや、希望だったら大変でしょう。ね、言語にちなんで、よし、希望を応援しようかって、希望に一歩入れようかってなりますよね。でもね、希望っていうのは、日本人の好きな言葉のベスト5に必ず入るんですよ。あ、入るんですね。ええ、はい、希望とか、まあ、未来とかもそうでしょうね。はい、ああ、だから、そういう意味では、ね、いい名前ですので、ぜひとも皆さん、応援してください。はい。では、はい、どうぞ。次、最後にしましょうか。はい、松田代表には、師匠と呼べる方はいますかという。私は一人はですね、郷土の大先輩二宮尊徳、二宮金次郎、先ほども出てきましたよね。そうですね、もう江戸時代の大改革者、教育者、哲学者です、はい、法徳思法、法徳思想というね、はい、一つのこの改革理念、哲学まで作り上げた立派な方で、はい、江戸時代に古いこと言ってたおじさんじゃなくて、うん、今でも通用する立派な改革理念なんで、それを広めるために私はマニフェスト改革っていうのを思いついたんですよ。はい、二宮金次郎は江戸時代にマニフェスト、うん、ね、司法書っていうのはマニフェストのことです、司法書っていうんですね、改革のプランを作ってから改革するということですね、はい、それを やった一つのモデルを作ったんです、うんうんうん、ですから私はそれをまあ参考にして、うん、マニフェスト、ね、きちっと選挙の時に改革のプランを示して、うん、それに信任をいただいて改革を計画的に進めると、うん、いう挑戦をしたんですね、はい、私の政治活動の師匠ですし、うん、まあ、あと私は松下政経塾で松下幸之助さんにご指導いただきました。直接も会ってるんですよ、ご本人から。はい、あ、そうなんですね。もうご高齢の時でしたから、はい、もう本当に最初の2年ぐらいでしたけども、はい、それで、まあ、政経塾を作って君らに期待したいと、はい、日本の政治を立て直せる、はい、ご指導いただいたんで、うん、やっぱり松下幸之助、さんのね、さまざまな君と、うん、を大事にして政治活動に臨んでると、うん、この2人でしょうね。2人、はい、最近では出てこないですか、最近の人。はい、はい、まあ、じゃあ松田先生が最近じゃないっていうのは失礼なんですけど最近の人、最近、うーん、なんですか、ね、難しい、で現世生きてる人って、はい、現世そうですね、生きてらっしゃる、まあでも松田代表も、まあ、師匠っていうのだったな、まあ、結構、うん、もう今年そうですよ、あれ出ますからね、60だからね。 逆にじゃあ師匠と呼ばれることってあります？うん、まあ私の師匠が頑張ってくれて、はい、また師匠経験者が今もう議員でも延べだと10人以上いるんです、はい、そんなにいるんですか。ええ、ですからそういうみんなにとっては、まあ、松田事務所って、はい、育ったという意味で、はい、まあ宴会なんかでは師匠師匠言ってくれますけどね。はい、集まることとかあるんですか。この前私還暦の会もね、はい、元師匠たちも含めて 2,30 人集まってくれて、はい、お祝いをしてくれました。嬉しいですよね。そうなんですね、嬉しいですね。いや、まあ、そういったちょっとつながりをどんどん作っていく、うん、まあ、政治っていうのは人のつながりですから、はい、これも大事にしたいと思いますね。はい、あ、最後ごめんなさい、はい、サイン会盛り上がりましたかっていう。ああ、ありがとうございます。サイン会、23日にね、横浜の友林堂情熱店でサイン会やったら150名近い方来てくれました。はい、もう1時間半以上サインしまくりましたけど。あ、事前になんか連絡してもちろんそれが基本だったんですが、当日来ちゃう方も多くて、もう随分並んでいただいて、だから長い方は30分以上待っていただいたんですね。はい、本当に嬉しいです。まあ、私の以前からの支援者とか同級生なんかも来てくれましたが、はい、実は本のチラシを見てとかね、はい、あとネットで見て、はい、これは面白そうな本だと、あ、サイン会やるなら行ってみようって言って来てくれた人もだいぶいるんですよ。はい、だからやっぱり神奈川の歴史、日本の近代史に興味があってね、私が書く本に期待してくれてる方がこんなにいたっていうのはとても嬉しいことですね。いや、はい、よかったです。また出版記念パーティーもやりますんで、はい、私のホームページ見ていただければと思います。まあ、これちょっと会費制ですけどもね、
はい、よろしくお願いします。はい、本日は以上でございます。はい、はい、どうもありがとうございました。また来週。あ、来週ない、来週なくて、今度選挙終わったら選挙はい、どうも